スモーズイーゲンくん久しぶり、みんなちょっとどこか変わったかわかる？みんな僕久しぶりなんだけど今日梶原さん目を整形しました。おめでとうございます。ちょっとおかしいから見せてあげて見せてあげて。やってない。目を整形しました。してねえんだよな。おかしい、この二人おかしいでしょ。画面だと分かんない。いやでも今日触れておかないとこの動画でね本当にやったんじゃないかみたいになるから。本当にやってねえか。今日はちょっと寝る前に変な薬を塗ったら目がおかしくなったっていうだけの話で、整形ではないってことをここでアピールしておく。もうでもマジ誤解を恐れないでください。恐れないでください。誤解を解くんでしょ。誤解を解いてください。整形ではありませんっていうことで、はい、そういうこと言うとね逆に怪しくなっちゃうから。だってなんか隣から見てるとなんかインスタの出会い中の赤みたいになってるもん。なんかアイソンそんなに。そうだ、あのスノーで大きくしましたみたいな。そうそう、めっちゃしてるやつ。そんなにアイトークやめましょう。そんなにね、アイトークフレフレトンコじゃない。ということでですね、今回は、まあ、久々のムロさんということで、チョコレート作りなんですが、もうすぐバレンタインなんですよ。今回はまあ逆チョコバレンタインということで、まあ僕らが逆に男の子が女の子に渡すっていうこうシチュエーションで作っていこうかなと思っております。男性か男性でも。あ、男性か。そうか、確かに。ムロさんの場合は誰に渡すっていう前提でいかれますか？私7人好きな男の子がいるんですけど、いいんですかそれ。みんな本命決めましょうよ。じゃあ7等分していいんですか？7つ分。じゃあ体力ぐらい入れるわよ。じゃあじゃあ作っていきましょう。じゃあね、ここにちょっと軽いレシピを用意したんで、これを見ながら作っていきたいと思います。じゃあこれを、うわ汚ね、これ汚くないでしょ。これどうやって刻むんですかね。もうでもこれは単純にあれですよね、あの溶かしやすいように刻むだけです。細かくしたらいいんだよね。うわっ、何センチ角に切ればいいんだろうこれ。本当はこれ千切りか。じゃあ こうですね。あ、買った。指をですね、指をこう出しちゃうとよくなかった。あ、猫さんの手ですね。普段ダメかもしれない。やばいやばい。あれですね、あの恨みを込めた老婆みたいな。恨みを込めたら分かるけど、ババアは関係ねえだろうがよ。あの、デート動画って見てくれました。あ、そう、あ、デート動画なん僕が出た回より低評価多いんですよ。あれはムロさんが速攻低評価のこと。自分が押してましたよ。そう、いやだってガチ恋向けにやったらあんなに低評価つくのちょっとめちゃめちゃ面白くて。いや、なんかでもかみんなこれの先にはムロさんが作る。なんでですか。でもあれ一番面白かったのがなんか梶原さんがはいあーんってしてるところの後ろで 32.195 ってなんか陸上の練習してる音声入ってた。めっちゃ面白かった。あれ撮り直せよと思って。いやでもあそこ本当面白かった。よくこれ活かしたなと思って。いや素晴らしい。あれまじ時間超なかったんですよあの時。ムロさん、あ、手で割ってもいいんです。確かに。ね、もう熱が通りやすくなればいいんですよね。西洋菓子をね、この西洋菓子をね、刻んでチョコにしようと思った。今から捨てに行くんじゃ。ラショーも。この紙を抜いてな。このチョコくらいで、体液を入れようと思った。ねえ、この映像大丈夫？僕ずっと素手でチョコバキバキに砕いてるんだけど。手洗ってるんで。手洗ってるから大丈夫。僕はもうできましたよ。キレキレちゃんと洗ったからね。大丈夫なんですよ。細かく刻めましたかね。刻めました、はい、じゃあ次行きましょうか。じゃあ次は、溶かすのでボールに、じゃあボールを持ってくる。でこれにこのちっちゃい方に入れるでやります、うん、そうでやった。ちょっと木くずみたいなのがすごい落ちてくる。何これ。もう汚い。いやこれお湯をどうすんだ。こっちに入れるんですよ。本当どのぐらい。まず ありがとうございます。あれ、あ、汚い。汚くはない。すごいだって残尿みたいな出方したから。すごい。どのぐらい入れるの。残尿。こんぐらい。レシピとか見て。もうちょっとです。あ、レシピ全然見てないで。見てないですけど、まあいいんじゃない。まあでも大丈夫です。もうちょっとください。もうちょっと。すごい、赤ん坊つけるやつじゃん。ありがとうございます。やば。
あ、もう溶けてきた。へぇ、すごい。溶かして、うわ、もう切ったね、これ。いや、もう水ですよ。え、これで、こう、うわ、うわ、うわ、もう手もベタベタだし。あ、だからこれ注意点ですね。これからチョコ作る皆さんも素手でチョコを叩き割ると手がベタベタになるっていう。梶原さんどんな感じですか？僕もできましたよ。え、見せてください。俺。あ、いいですね。どうでしょう。いいですね。いいんじゃなかろうか。これはちょっとえぐいよ、これちょっと。本当だ。でもいいじゃないですか。いい感じですよ。村さん最近アフレコ終わったらすぐ帰っちゃうんですよね。いつもすぐ帰るよ。え、でもよくご飯行ってたんじゃないですか。いやでも、いやすごい乱暴なんですよ、誘い方が。乱暴ですか？基本帰りたいんですけど、いやちょっと今日はって言ったら、いやいいからって怒って捕まれるんですよ。いや、え、そんな誘い方あると思って。いいからって怒るんですよ、もう。怒ってないですよ。力を、ね、力をそうそうつけてないですよ。もうこの程度のコッパならこのぐらいの扱いでいいだろうって。コッパどうですか？あ、溶けてきました。あ、でも1枚だと意外とやっぱ分量少ないんですね。確かに。これでどうするんですか？これでどうするんだろう。作り方があります。まあ、これで溶かす工程はやったんで。テンパリングをするんだって。何ですか、テンパリングって？知らない。今やってることがテンパリングなの？あ、40から45度にしなきゃいけないんですって。体温計とかないからでも分かんなくない？多分これ熱すぎますよ、きっと。そうだね、熱湯だしね。え、で、この後どうすんの？これで別のボウルに水を入れ、チョコレートのボウルの底を当ててゆっくり混ぜながら冷やします。ムロさん踊れるんですか？踊れない。一回踊ったことあるんだけど、はい、その後来たあの見た人たちからのお手紙全部にたどたどしいって書いてあった。マジ踊れないですよね。あ、梶原さんがさ、なんかダンス練習してる動画がさ、一時期さ、ブラクロの中で流行ったことあったよね。そう、あれすげえ。すごい、本当にね、なんかね、寄生虫の成長の様子みたいだったんですよ。なんか言ったでしょ、だから人の体の中でこう成長していく姿みたいな。ここ気をつけないと本当固まりすぎるんで。あ、なるほど。気をつけてください。これ何すんの？つけすぎるとどんどん固まっちゃいます。あ、固まってる、固まってる。そう、固まりすぎるともういじれなくなっちゃうんで。あ、今で型に入れるんですね。とかサランラップで巻くと。あ、じゃあサランラップで形にしちゃおうかな。で、これをこの上に。いやいや、まだ早いんじゃないですか。あ、まだ早い。なるほど。でももういい気がするけど。なんかそこの方にはもうカスが。あ、もうそこが固まってる。え、これもういいのかな。お、いきますか。いいんじゃないですか。めっちゃ。なんで全部いっちゃうんですか。そんなに。え、全部いくんですか。え、どういうことですか？ちょっとずつ固めればよくなかったですか？ここまで来たら、よくうわなんかこうすこれダメでしょ。ダメだよ、これちょっとこれダメだよ。これ散歩の帰りにババアが持ってるやつだよ。ダメだよこれ。見せてあげて。まずとりあえずそれで固めましょう。これで固めましょう。これこうすんの？それでもいいですよ。それでもいいっす。汚い、これ汚い。すさまじいですね。悪魔の子みたいなものがすごい。いやー、おぞましい。毎年こんなことしてる人たちがいるんですね。え、全然固まらないし。よく固める人すごいですね。ね、ある程度形ができたら冷蔵庫に入れて固めるので。ああ、なるほど。小皿が来たからこれに乗せよう。これなんかさ、なんかこうできるやつありますか？デコるやつだ。意外とその、玉とかのやつはこう固まってしまった後だとくっつかなくなっちゃったりするので。なるほど。なんか隣は結構おしゃれに作ってますけど。でもこう、もう終わっちゃってる。これね、これ以上ちょっとやりようが。ちょっとトッピングするか。トッピングした方がいいですよ。一回状況ちょっと見ます。ちょっと外装がだいたいこんな感じなんですけど、映ってますかね。外装がこうで、内側がこんな。ちょっとこれワンチャン炎上するんじゃねえのこれ。ちょっと食べ物で遊んでるみたいな。いや、真剣ですよ私はね。ちょっとトッピングでちょっとごまかそう。ちょっと
どうぞ。じゃなんかかわいいピンクの、じゃあこれを散らしておこう。全然固まってないですね。固まってない。ねしかもなんかちょっともうこれダメだよこれちょっと村さんもこれで固めましょう。固めよう。皿に乗っけて。ちょっとじゃあこれお皿に乗せてスタッフに渡して冷蔵庫で固めてもらいます。そうしましょう。じゃあ僕も、はい、餃子じゃん餃子なの梶原さんのこれ何これ。これはこっち、あとこっちか。これも なんかちょっとなんか自分できてますけどみたいな感じ出してたけど、泥で遊んでる長沢くんみたいになってる。これちょっとじゃあ固めてもらいます。お願いします。じゃん。